ラメンコダンサー永田健です。今日は、ベルの踊りマリネラを踊ろうと思います。日本チャンピオンの、菊田夫妻です。よろしくお願いします。今日は紹介をしてくれました沖縄のフラメンコダンサー常見さん、よろしくお願いします。ペアで踊る踊りなんで、4人で今日は撮影をしたいと思います。まず、踊りを見ていただきたいなと思います、はい。ハンカチの持ち方なんですけど、はい、一番ベーシックなものは手前にピュッと折ります。三角の手前にかぶせる感じですね。でそれを人差し指と薬指に挟んでこの状態です。サビに当たる部分フーガーっていうんですけど、その時から思いっきり回し始めます。この手首だけ動かして、腕がこうならないようにできるだけ手首だけでこう8の字を描くように。さすがですね。疲れますね。そうなんですよ。早いに描いちゃいけないですね。持ち替えは禁止です。手をこの状態にして、それを腰のちょっとだけ上ぐらいに。こういう持ち方もあります。一番これが持ちやすくて、またその指を広くこう広げられるので、そのなびかせやすいっていう。基本の腕の動かし方が、下ろして、でここから前、で戻す。次は後ろ、手のひらを反対に向けます。肩の高さまで下ろします。肘から先だけを下に下ろします。でゆっくり、上に戻す。お待ちですね。ラテラルですね。進み方。スペイン語で横っていう側面があると横動きですね。基本的に。つま先で、つま先立ち、かかとが降りないように気をつけながら、こっちの足を持っていく。で、この足は絶対かかとからつま先で。で後ろは、つま先のまんま。出し、つま先出して、前、出して、クロス、出して、出して、クロス、出して、クロス、出して、クロス、クロス。今度はカンビオっていう技を練習します。でもつま先の足から踏み出して、で、1、で、2で、こっちの足を踏みます。こっちの足を3でかかとから踏みます。カンビオってこうチェンジと一緒ですね。足をチェンジするための技です。の1、2、3。カンビオ。1、2、3で今度はもう手も使って看病しながら手をこう前の動きの1、2、3今度は3歩かけて腕を戻していきます。せーの1、2、3で看病、次の看病で今度は後ろ側の動きをやります。せーの1、2、3そうです。でこれをペアで進んでいきます。まずラテラルしてで看病して1、2、3、せーの1、2、3、あ、バッチリです。そしたらこの足で6歩進みます。1、2、3、4、5、6で、出会い直します。そしてここから3歩歩いて通り過ぎます。こっち側に向かって、はい、左足から 1、2、3、 1、2、3、4、5、6、右、左、右。ちょっと音楽に合わせてやってみましょうか。3でまたいつもの形に戻る。ハンカチをこうキュッと相手の頭の後ろに回す感じで入ります。女性はつま先になると相手の高さに合わせてこう回ります。せーの1、2、3で回ります。せーの1、2、3、
4、5、6、ハンカチを下ろして離して1、2、3、4、5、6、ハンカチ持ってない方に行きます。そうです、そうです、そうです。後ろに回してる手をゆっくり4ぐらいから下ろし始めないと、あの6までだとつっかえちゃうので、相手を自由にしてあげること、お互いに。いいセリフですね。離れた後、こう、あ、なんでしょう、ひねる感じですね。ひねって相手にこう意識を向けて、常に相手を探してるんですね、この踊り。1、2、3、4、5、6、1、2、3。できた。ついていっちゃう。次にクワドラードっていう動きをします。1、2、3、1、2、3、1、2、3。あとはまっすぐ進んで1、2、3。これがクワドラードです。1、2、3、1、2、反転1、2、3。上に伸びる。これをペアでやってみましょう。せーの、1、2、3、1、2、3。だったら1、2、1、2、3。バッチリです。メディアルマー1、2、3、1、2、3、4、5、6、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。だったら1、2、1、2、3。そうそう、外でハンカチを外に向ける、内側に向けるですね。もう一回外行って、であとは1、2、3で1、2、3で前に進む。で、の1、2、3、1、2、3、1、2。ラテラル1、2、1、2。リーガー外、中、外を進む。1、2、3。ハンカチをこう回して、1、2、3、4、5、6で3秒1回入れます。左、右、左、このままこういう動き。この残った足を自分の横につけて踏んで、横の足を、軸足を外にピューンって出します。これが介護になります。この時に残ってたハンカチを一緒にこう横に、はい、動かします。サパテオに入りますけど、出してください。これで1で2、3で踏む。で反対足で2、3。この踏んでる軸足を1と数えて2、3。最後出すのを忘れない。1、2、3、1、2、3、1、2、3。じゃあ今度は、セピアのフレンテ、前に出すやつ。1、2、3、1、2、3、1、2。男性はハンカチで、女性は手に1。じゃああともうセクなんで、あと1個やりましょう。ふん、叩こう。で、つま先つけた、今度はかかとで戻して、2回目、つま先かかと戻す。たた、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。できるだけそうですね、ちょっと立てた方が綺麗に見えるので。成果の分がこっちですよね。あ、そうですよね。女性だけ手腰で前、1、2、3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 、
踊り終わるとき、最後に
もうあの回ってパンパンと、で男性は回って一回止まった後右足出しましょうか。はい、そうさすが先生なんですけど、もうここから最後まで、2人でもサパテの時は最後からもう向き合って今やってたことをそのままやるだけで大丈夫。一気に息が上がりましたが、ラストダンス頑張りたいと思います。よし、応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。マリネラって、水泳っていう。マリネラ、日本チャンピオン、菊田夫妻、菊田真嗣さんとモニカさんです。まずお二人が出会ったきっかけ。僕たちが2014年にペルーに留学してたんですね。文化紹介っていう形で踊ってくれたんで、ね、すごくかっこいいなと思ったので、はい、僕が最初にまず一人で始め、彼がそのマリネラに惚れ込んで一人で大学でクラスを受けてるっていうのを知ってそこをお付き合いするようになってじゃあ習って帰るかって言って帰る直前にちゃんと踊ったの初めてそこで練習しましたね。二人ともハーフ。僕は母親がペルー人で父親が日本人です。私は父親がペルー人ですね、はい、南米三大ダンス、はい、サンバとタンゴとマリネラって出てきましたけど、はい、結構南米ではメジャーなんですか、ペルーの。そうですね、はい、もともとペルーでサマクエカっていうダンスが昔始まったんですけど、そこから南米中に広がっていって、今チリとかボリビアとかでクエカっていう名前で、同じようにハンカチを持ってマリネラと同じようなダンスがあって、そのぐらいからの踊りなんですか。サマクエカの起源って実はよく分かってないんですよ。そのスペインとの関係も指摘されてるし、アフリカが源流じゃないかって言ったり、あとはその先住民の踊りが元のルーツじゃないかって言われてたりするんですけど、マリネラっていう形になったのは19世紀頃ですかね。チリとの戦争がペルーとあったので、その後その、勇敢に戦った水兵を叩いて、はい、マリネラっていう形になった。普段はどういう時に踊る？元々はそのパーティーとか、なんか集まりとかで自由にハンカチ持とうと思ってたのが、1964年、5年ぐらいからですかね、そのコンクールって言って競技化が始まったんで、そこからもうものすごくレベルが上がって、もうサルサとかそういう簡単な踊りだった、なんかその感覚でできるような踊りだったのが、今はもう練習しないとできないぐらいすごくレベルが上がったんですよね。やってもらって分かったと思うんですけど。きつかったですサパテオ、サパテオ、ラメンコのサパテアードに似てるので、そこから一気にそうですね、最後フラメンコも足上げるんですけど、こういう割と細かく打つんで、そんなにこうやることは基礎練の一番最初にやるぐらいです。あ、そうなんですか。フラメンコも一度体験したんですけど、共通点結構あるなと思って。言葉がすごい似てますし、姿勢とかもやっぱりね、やっぱり肘幅がやっぱり似てますね。あ、そうですね。世界コンテストが毎年あるんですか。毎年あります。日本からはなんか枠が決まってるんですか。大阪、京都、名古屋、横浜でその予選会をやるんですね、はい、そこで優勝すれば、世界大会の、シード権をもらえるので。日本ではどのぐらい人口が。100人ぐらいですかね。世界大会出るチャンスがあるかもしれない。めちゃくちゃあります。シニア部門はないですか。あります。何歳からですか。48なんですけど。あ、じゃあセニアかマステルかってなると、ほとんど日本では競技者がいないので、多分ちょっと練習すればチャンピオンになります。でもなんか本当にちょっと一緒に練習して日本チャンピオンになりませんか。いや、本当になってもらいたいな。なんかもう吸収がすごい早かったので、サパテオが辛くて。でもセンスがすごすぎて、この2時間ちょいであそこまでっていうできるってことは、計算したらすぐにチャンピオンになれると思う。10時間でいけるなら。マリーネラのどんなところが魅力でしょうか。男性はその男性らしいそのスツールですね、姿勢とか手に入れることができて、女性はこのしなやかな感じ、それこそマリネラってそうですね。もう一点、女性がリードするっていう珍しいペアダンスなので、その女性の強さみたいなのをこう引き出すことができるダンスなので、興味を持った方はぜひマリネラで検索するところからもしよろしければ見てほしいなと思います。コンクールでは即興性が試されるダンスなんですね。大会で会場について背番号を呼ばれて入場したら、その曲名がすぐ発表されたその瞬間生演奏が始まるんですよ。よく知ってる曲なのか、あまり知らない曲なのかもわからない状態で、ペアと喋らずにハンカチを使ってコミュニケーションを取りながら、なんとかそのストーリーを作り上げていくっていう、この難しさと楽しさ、これが一番の魅力かなと思いますね。あとは今日やっていただいたサパテオ、もうめちゃくちゃ疲れたと思うんですけど、やっぱ見ててちょっとかっこいいなと思ったんですよね。やっぱ
バシバシって決めてるとすごく気持ちがいいですし、男性もそうかっこいい動きがあるので、そこをやっぱマスターして踊れるようになるととても楽しいので、そういうところも魅力です。はい、生演奏っていうのは、ブラスバンド、歌は入らない、歌は入らない、もともと歌があるんですよ、歌とギターとカホンですね、この3種類でマリネラはできるんですけど、はい、そのブラスバンドっていうのはあの競技用、今でもパーティーとかだったらじゃあ、そうですそうです、なんか曲の表現してるものとかあるんですか、愛すべき街だっていうようなその賛美するような歌もあれば、あのこの女の子とこの女の子どっちがいいんだろうみたいなちょっと面白いような歌があったり、ほんとさまざまですね、でも割と陽気な、そうですね、基本的に陽気ですね、なんか暗いんですけど結構マリネラってやっぱその常に笑顔でその愛する喜びを表現するというか、その恋をする喜びを常に表現しているので、なんか全然反対ですね、結構マリネラ結構明るく陽気で、フラメンコってどっちかってこうシリアスな、逆にフラメンコ見てちょっとその暗い感じも、なんかじゃあフラメンコの哀愁を持ってやれば少しでもなんかそういうのも新しくていいなって思ったりしますね、こういう交流ができて嬉しいで す, です、ね、じゃあオリジナル開発できた楽しみ。世界大会いつでしたっけ。今年は2月の末から3月の頭にかけて、もうすぐです、もうすぐなんです、ひょっとしたらすぐ練習モードですね、やばいですなんか YouTube とかでその結果とか情報を発信される、はい、僕 の, あの YouTube チャンネルで、はい、発信したり、あとはブログも実はやってて、ペルーにいる間はその結果どうだったとか、うん、ペルーでの生活だったりマリネラの情報だったりっていうのを発信しています。概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローしてください、はい、貴重な時間をいただきまして、今日はこちらこそです、はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ソンブレロを待って、はい、何かするときにこう女性に対してこういう感じでそうですね、これちょいです